嵐さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。簡単に自己紹介お願いします。はい、旅っぽの嵐です。旅っぽで主に、イベントを担当してます。で、旅の話をすると結構最近は国内旅行にハマってまして、ワーケーションで月に多分10泊ぐらいは自宅から離れて外泊をしてます。都内も行くし、まあ、地方旅行行ったりとかいろんな旅の、形で宿泊したりしてます。はい、はい、ありがとうございます。今回の企画がそのホテルに詳しい嵐さんに都内から気軽に、まあ、1時間ぐらいで行けるホテルをいくつか紹介していきたいと思うんですけど、はい、まあ、3つぐらいお願いします。はい、まず1つ目は、高尾山にある、マウント高尾ベースキャンプっていうところで、それはですね、まあ、高尾山の近くなんで、まあ、山に囲まれてるんですけど、で近く川流れたりとか、そのね、建物自体もログハウスみたいな感じで結構まあキャンプ感覚味わえるとか、そういうのが魅力です。登山客の人も多かったりして、そういう人たちお話ができたりとか、下にカフェバーみたいになってて、そこで仕事できたりもするんでおすすめです。2つ目は、スラッシュ川崎っていう、まあ、川崎にあるホテルなんですけど、それは、どういうホテルかっていうと、まあ、コンセプト型のホテルで、まあ、おしゃれな、もう1階のロビーがめちゃくちゃおしゃれで、そこも下がカフェレストランみたいになってるんですけど、っていうのが魅力の一つと、あとは全室個室で、プロジェクターとスクリーンがついてるんですよ。でスマホをつなげて、そのプロジェクターを映せるんで、なんか携帯でNetflix再生するとか YouTube 再生するとかを、スクリーン上にこう映してベッドで寝転びながら映画を見れたりとかっていうのが魅力の一つです。あともう一つ、夕方の1時間は、ビールが飲み放題なんですよ。だから生ビールをこう入れてもらえて、でそれをこう飲みながらゆっくり、ロビーで過ごせるっていうのはいいところです。で3つ目は、葉山、図式からちょっといたところに葉山にある海のホテルっていうところで、それは名前の通り海が見えるホテルで、最上階に温泉があって、そこからも海が見えるし、お部屋からも、海が見えて、まあ、周りにあんまり観光地じゃないから葉山って、そういうので、ゆっくりできるっていうのはめちゃくちゃいいんで、海が好きな人はこの葉山海のホテルっていうところは、おすすめです。ありがとうございます。はい、最後にこうホテルを探すコツみたいなのってあったりしますか？うん、探すコツは結構やっぱり最近はインスタグラマーというかインフルエンサーでを見てます。でなんかいわゆるキラキラ系のインフルエンサーインスタグラマーというよりは、なんかホテル好きのアカウントとか、あんまり顔出ししてなくてホテルだけを紹介してるアカウントとか、そういうのを結構チェックして、あこれ良さそうみたいなのを Google マップでコピーさせたりとか、メモしたりとかして、で予約サイトで実際に自分で見てみるみたいなのをやって、その中で中の写真とかがあるから、それを見て本当に良さそうかどうかみたいなチェックして、値段と比べて泊まるか泊まらないかを選んでます。ありがとうございます。はい、